憧れた場所ではなかった。憧れのものもなかったけど、憧れるものに出会えた。何もないところから夜を走った。転んでは立つの繰り返し、右手に MIC 胸に YC、 平凡な日常の裏返し、これはイージー、そして俺なりの決意。きっといつか何かを掴むだろう。じっと見つめた場所が映る眼、集合場所はコンビニ前。また会おう俺たちの故郷で、オーデオーナイ楽しんでこう。俺もお前も同じ月を見る、そして朝日と共に次を見る。横にいなくても共に生きる。宛先のなんて紙書いてさ、気づけば夜がすでに更けてた。愛した証拠はどこにもないけど、この手紙に印でおくよ、yeah。街より早くに日が昇る。あの街と違った空気漂う。向こうは海、こちらは森、どちらも変わらない俺たちの街。だがどちらにも根拠はない、だから見せてやろう。論より証拠、口より行動、口だけじゃない奴が訪問。じっと待つよりまず示そう。一歩踏み出したら見えそうだけど消えそうな小さな灯火。記憶に残る残り数パーセンなら記録に残して手紙書こう。そしたら明日も笑えるよ。この書いた手紙は宛先不明だけど、これが俺なりの証明。宛先のない手紙書いてさ、気づけば夜がすでに更けてた。愛した証拠はどこにもないけど、この手紙に印で送るよ、yeah。 気づけば時回ってもう20年、昔は少年今は成人。お前ら元気生きてるか全員。出会いと別れ繰り返した日々、昨日のことすら忘れるのに、今日を飛ばして気にした明日。大切なものほど知るそう。また宛先のない手紙が増していくよ。宛先のない手紙書いてさ、気づけば夜がすでに更けてた。愛した証拠はどこ